全国の皆さん、こんばんは、元ヤクザの G です。本日のお話は、兄貴シリーズ第40話、一新会シリーズ南の事務所がねじろ〇,〇○会の執行部の寄り合い、頭よ手の平返しは秋きまへんで、について語らせていただきます。まずはじめに、 前回までのあらすじ「ほならラウンジに行くの」「林さんよこの店はラウンジというよりただのカラオケ喫茶店がなそれと一つ言うとくがか山創業の若い衆をしばき上げた上にしかもゴミ置き場にほかすとはこれはえらいことになりますせ」「じいよこれぐらいのことを先頭」 文英はわしの前に出てこんがな、おいやすおよ。今日は好きなだけ酒を飲んで、好みのおなごを連れて帰ってもええど。じいよ、ほら見てみ、文英から電話がかかってきたがな。もしもし、林さんでっか、あんたうちとこの若い衆を芝きあげた上に、ゴミ置き場にほかして帰ったやろ。これは一回大手話をせんとあきまへんな。そうでっか、ほなら今から行かしてもらいますわ。おい文英よ、どこまで行ったらええんじゃ。 今日はもう時間が遅いまた近いうちにこっちから電話を入れるその時までおとなしく待っといてくださいここまでが前回までのあらすじである。 もしもし、おはようさん、誠よ、とりあえずわしは、今から賢治を拾って神戸に向かう。お前はいつもの場所で待っといてくれ。 まことよ、お前の車に検事を乗せて、お前らは事務所の入り口が見えるところで待機しとけ。それとな、もし事務所の入り口付近で、わしと本部長が口論を始めたら、すぐに事務所の前に来い。わかったら。 本日の執行部会議を、ただいまより始めさせていただきます。それでは、まず本部長からよろしゅうにお願いします。最近組織の許可なく、G が勝手に南に事務所を構えたらしいが、この件に関しては、当然執行部の許可を取るのが筋であり、またヤクザ激戦区とも言われる、南に勝手に事務所を構えた上に、他組織にすら、何の挨拶もしてない、こうなれば言わずともトラブルが起こり、無駄な血が流れる、頭よ、この件を何も言わず、見逃してよろしいんでっか。 わしが思うには、G には何らかの処分を下さんと、周りの若い衆に示しがつかん。かしら、わしも本部長と同じ意見です。ですがの、処分は G だけではなく、兄貴分の〇〇さんにも責任がある、とわしはもとりまんねんけど。南の県に関しては、役座の事務所ではなく、あくまでも会社の事務所やということは、もうすでに〇〇から報告は受け取る。そしてわしは、〇〇からいろいろと話を聞いた上で許可を出した。 またこの件で、何のためにまるまると G を処分せなあかんのや、何回も言うように、わしは許可を出しとんのや。かしら、それやったら、なんで一言わしらに報告がおまへんのや、わしらは、執行部の人間です。一つ言うとくがの、会社の事務所を構えるにあたり、わざわざ執行部にあげる話でもないがな、わしの一存で許可を出した、それとも何か、わしが首を縦に振った話に、己らはクレームをつけるんか。それでは、 これにて執行部会議は終了とさせていただきます。ちょっと待った。もう一つだけ報告しとかなあかんことがある。今朝花熊の本部から通達があり、なんや昨日の夜、河山創業と古橋組がトラブルを起こし、河山の若い衆がボコボコにしばき上げられ、ゴミ置き場に放火されたらしいわ。だが個人的なトラブルであるがゆえに、組織同士の話し合いにはならん。しかしの、この件に山県の枝の若い衆が関わっとるらしい。この若い衆を探し出せという通達も出とる。ほなら、 《今日はこれで終わりにしようか》《おい安男よ本部長が先に出てきたら手はずりことを進める》だが兄貴が先に出てきた時は今日の計画は中止じゃ》《<noise> 兄貴を言うまでもなく兄貴が先に事務所から出てきたということはよりあいでは何のトラブルもなかったということでんな》 G.O. かしはわしとの約束を守りよった。今後は誰に遠慮することもなく、堂々と事務所に出入りできる。それと我も分かってるとは思うが、あの南の事務所は、表向きは企画会社やが、実質はヤクザの事務所や、これからは思うどんぶん、一心会のものと張り合える。よかったの。まずは、松浦企画に挨拶をしに行かなあかんの。ああ、それとの、頭の話では鼻熊から通達が出たらしいわ。兄貴よ、何の通達が出たんでっか。昨日の夜、か山創業の事務所の前あたりで、 あれこれがこんなことになり、かばやの若い衆が、しばき回され公園のゴミ置き場にほかされたらしいど、ほんでやの、この県に山県の枝の若い衆が関わっとる、こいつを探し出せということや。ああああ兄貴、そうそうそう、そんな通達が出たんか。これはやばいことになってもうたがな。おいわれ、今なんか言うたか。いやいや、ただの一人ごとですわ。 安男よ、偉いことになったど、昨日う、山の事務所の前で、ボコボコにした里芋の件が、花熊の本部で問題になっとるみたいや、林に電話を入れてみるわ。もしもし、G ですけど、なんか代わりはおまへんか。なんや、お前から電話がかかってくるとは珍しいの、なんか代わりがおまへんかと聞かれても、今んとこは何の代わりもないな、ところでお前こそなんかあったんか。いや、別にこれと言って変わりはないんですが。 そっちははどうですか。わしはいつもと同じやがな。ほんまに変わりないんですね。ああ、そういえば。何ですか、どうしたんや。さっき文英から電話がかかってきての。それからどうしたんでっか。近いうちに、カバヤマの親分と会うことになった。もうわしに電話をしてくなよ、ほならさいなら。やすおよ、とりあえず昼飯でも食いに行こや。お前、この緊急事態の時に。 そんだけもよう食えるもんやの。もしもし、チンピラヤーこうか、久しぶりやの、元気にしとんのか。誰かと思えば、おばばやないけ、花子は元気にしとるか。花子もわしも、超元気にしとるがな、それはそうと、われどっかのヤクザもんと揉めとんのか。なんでや、なんかあったんか。実はな、今日の朝、 着物を着たぶと眉毛の男がわれのアパートの部屋のドアをどんどんたたいとったんやおいこら出てこんかい。 おばばよ、ちなみにそのぶとまげの男が、連れ取った若い衆はメガネをかけたやつか、それと車は白色か。そうや、まさしくそいつらや。わかった、また何度変わったことがあったら電話をくれ、それとの近いうちに一回そっちに顔を出すわ。やすを、悪いことは連鎖するの。じいの親分、何度あったんでっか。この前、南高の駐車場で会うた、あの検診会の虎岡が、 神戸のアパートに押しかけてきよったらしいわ。神戸のアパートといえば、親分の本宅ですやんか。あれがわしの本宅か、いやいや本宅や。やはり虎岡は、先手を打ってきよったの。<noise> 兄貴よ、実はな、わしの神戸の本宅のアパートに、検診会の虎岡が乗り込んできたみたいや。じいよ、そんなことは想定内の話やないけ、だが寝込みを襲われんでよかったの、というか、我は今は堺に住んどったの。 しかし、いずれかは堺のマンションもバレるど、その前にこっちから乗り込まんとしゃないの。〇〇の兄貴よ、検診会の虎岡とは誰でっか。おい村川よ、人前でわしのことを兄貴と呼んだらあかんがな、あんたは射程や、わしは若頭補佐や、マージーの前やったらええか。おいおい、兄貴よ、あんたいつから村川のおじきを射程にしたんでっか。g いよ、あれこれがこれこれで村川を射程にしたったんやが、組織の目もあるよって。 人前ではわしのことを兄貴と呼ぶなと、先度言うとんのやが、このボケはたまにわしのことを兄貴と呼びよんのや、村川よ、じいややすの前以外では、わしのことはまるまると呼び捨てで呼べよ、わかったな。兄貴、わかりました。それと何回も聞いて申し訳ないですが、検診会の虎岡とは誰でっかじいよ、われの周り兄弟の村川に、虎岡の話をしたれや。兄貴、わしと村川のおじきが、周り兄弟でっか、ほなら周り兄弟よ。 ーーとけよ、兄弟に頼まれた350の銭の件で、ボビーに話をしに行ったんや、やっぱり兄弟の言うとったように、ボビーのケツにはヤクザモンがついとったわ、そのヤクザモンというのが、検診会の虎岡や。また虎岡という男は、すぐに茶化を持ってくる危ない男や、周り兄弟よ、ここまで言うたら大体のことは把握したか。兄弟よ、そんな危ない男が、ボビーのケツについとったんか、わしはもう銭のことを諦めるわ。われは何をビビっとんじゃ、はっきり言うてな、もうここまで来た以上。 ゼニウンヌンの話なんかどうでもええんや。おい村川よ、ヤクザのメンツがかかっとんじゃ、このボケが。おいのまるよ、る〇,〇会の G という男、自宅には帰ってないみたいやの。だがこのままほっとくわけにはいかん。わしはどんなことがあってもボビーの剣からあいつを引かす。これにはわしのメンツがかかっとんのや。虎の兄貴よ、あのボロアパートを見張っていたら、いずれ G は帰ってきまっしゃろ。その時に問答無用で G をさろたらどうでっか、もちろん茶化を片手に。 その方法しかないか。ちなみに猪又よ、わしはな、〇〇会の松岡という男とは、昔にちょっとした因縁があってな、もし松岡が、この件に噛んできたら、一石二鳥じゃ。おいっぺーよ、この前の本部当番の日に、わしはいつものように酒を飲みに行ったやろ。 実は、な、飲み屋に行く前に、カバヤマ創業の事務所に寄ったんや、ほならの里芋みたいな頭の男が、偉そうな態度で出てきよったんや、わしは思わず、この里芋を車の中に掘り込み、ボコボコにしばき回し、近くの公園のゴミ置き場にほかしたったんや、その時の里芋の顔が、未だに忘れられんのや。林の兄貴、里芋はどんな顔をしてましたんや。こんなぐちゃぐちゃな、干からびた梅干しみたいな顔や。<laughs> それはそうと。 誰の車でカバヤマ創業の事務所に行ったんでっか ?G の車で行ったんやが、あいつ、苦虫を噛みつぶしたような顔しとったわ。ひゃははははははっ一平よ、それとな、今 G は、検診会のトラスケと揉めとるらしいど、お前も知っての通り、トラスケは危ない男や、まあ見ててみ、G はとことんまで追い込まれよんど。兄貴、その話ほんまでっか、またよりによってとんでもない男と、ぶつかりよりましたな。先手を得意とするトラスケは、 もうすでに茶化を握りしめて動いとる、おい一平よ、ここはじに助け舟を出したらんと、あいつおそらく殺されよるど。安本の兄貴よ、どうも○○と頭が、裏で手をつないでるような気がしまんのや、もし手をつないどったら、兄貴は蚊帳の外に掘り出されますせ、こうなる前に、何度手を打たなあかん。松岡よ、わしもお前と同じ考えや、またお前が言うように、頭と○○が手をつないどったとしたら、いずれ〇〇は、 次の頭や、こうなればわしとお前は冷や飯を食わされ、縦列から外される可能性も、泣きにしもあらずや、そして組織の実権を握った○○は、己の息のかかったもので周りを固めよる。ということは、あの G が執行部の座布団に座る可能性もあるということでんな、これはあかん、一日でもはよどないかせんと、取り返しのつかんことになりますせ今すぐにでも、石田に、体をかけてもらわなあかんの、おい石田よ、○○の玉を取った後に、我は、 自決戦火へ本部長、自決でっか、それはちょっと、わしも困ります。安本の兄貴、どうか石田の自決だけは、勘弁したっとくなはれ。ほならこの窮地を、どない乗り越えるんじゃ。兄貴よ、過去にうちとこの組織から処分されたもので、なおかつまるまるとじに恨みを待っている者が、いてるはずです。こいつらをつこたらどうでっか。よし、松岡よ、今すぐそいつらとアポを取れ。 できるだけ口の硬いやつにしとかなあ感動、分かったの。 よければチャンネル登録並びに、グッドボタンの方もよろしゅうにお願いします。本日もご視聴いただき、誠にありがとうございます。